皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマはじゃん、あなたの教室が稼げる金額はあなたがどのカテゴリーで勝負するか決めた時に決まるというテーマについてお話をしたいと思います。月賞いくら稼ぎたいとか、これぐらいを稼ぎたいとかっていうそれぞれの皆さんの目標と目的があると思います。例えばパートを辞めたいからパートと同じぐらいの金額が欲しいっていう方もいらっしゃれば、会社を辞めて、自営一本にしていきたいから会社員でもらってた手取り分ぐらいは欲しいとか、いろいろと金額の動機あると思うんですよね。家族旅行年に1回みんなで、沖縄とか海外とか行きたいからその分の貯蓄は自分の稼ぎで出していきたいとかって言えば、そういう金額が月賞に乗っかってくる感じになるので必要と思うんですけれども、そもそもですね、教室業っていうカテゴリーと、あと教室業の中でも料理関係とか飲食に関わるようなものとか、雑貨関係ハンドメイドに関わるものとか、あと教室とは言わないのかも、微妙なところなんですけど、リトミックとかいわゆる体操とか体を動かすようなもの、若干整体院とかあっちの方にちょっと寄っていく、カテゴリーのキワキワのところですね、ヨガスタジオとか。教室の種類もものすごくあるんですけれども、ここですね、ポイントはどのカテゴリーで勝負するかで決まっているっていうことなんで、これを今日はちょっと解説をしていきたいというふうに思ってます。まずですね、どのカテゴリーでっていう話なんですけれどもね、私が最初に皆さんとコンサルをする時っていうのは、ポジショニングマップっていうものを作ってもらって、自分がどの位置で立っていくのがいいのかっていうことを、お伝えするケースがあるんですよね。例えば、ポジショニングマップっていうのは、こんな感じのマジック作って、じゃあ分かりやすいあれで言うか、例えば高いとか、値段がですよ、高いとか安いとか、あとは、多人数、少人数とかね、これは例なんで普通はこんな分かりやすいことでやらないんですけど、例えばこういう軸があって、教室の自分のいる業界の軸を、高い教室、安い教室、じゃあ例えばそれが、そうだな、最近お問い合わせが多いアイシングクッキーの教室だったりするね、高い安いとか、多人数で同時に教える、少人数でやりますとかっていう形で、自分だけしかいないような強みを主に2軸で取っていくんですけど、これで取った場合に、ここら辺に自分の教室があって、他の教室がどこに分布してるのかっていう世界なんですね。自分は高い受講料だけど少人数で教えてるっていうのが一つだけこうポーンと際立ってればいいんですが、他の教室も結局ここら辺とかにこういうふうに乱立してて、この中で勝負するっていうふうになると当然目立たないんですよね。高い少人数だけどいっぱい、どこの教室もそうだっていうふうになると、要は空いてるところで自分の特徴が出て勝負していける場所をやんないといけないので、軸の取り方が、そもそも間違ってる場合とかもあるんですけれどもね、結局これでじゃあ対局を狙っていくっていうと、多人数で安いところっていう感じになっちゃうと、これっていうのは強者の戦略って言って、大企業さんとかはこういう形ですよね。多人数で安いものっていう、個人事業、個人営業の場合にはここを狙っていくのは、多人数っていうのがそもそもマンパワーが足りないので難しかったりするので、今分かりやすいようにそのポジショニングマップをどこの領域でやっていくかっていうことを、お伝えしたわけなんですけれども、この位置を分かった状態で教室事業を組まないと、
うまくいかないっていうケースが結構多いんですよね。要は相談、初回相談とか特にそうなんですけれども、お話を伺ってると、私は例えばこんな資格取ってます、こんな資格を取ってます、まあ、パンならパンで大手のなんとかのディプロマ、その後大先生のところに行ってディプロマなんとかって、まあ、技術的なスキルの資格を例えばいっぱい持ってたとすると、その方が教室を組もうとすると、当たり前ですけど、私はこれとこれとこれを教えられるので、それを教える教室にしますということで、まあ、教室のホームページを作ってみたりとかですね、してしまうわけですよね。そうすると、まずこれの何が問題なのかっていうと、まあ、一番の問題は、自分ができることをスタートにしているので、誰が習ってくれるかっていうことをそもそも想像してない状態で教室作っちゃってるっていうことです。自分ができることで教室作っちゃまずいんですかっていう話なんですけど、できることだけで教室を押し出すと、自分ができることをただアピールしているだけなので、まあ、誰にも響かないっていうことになってしまうんですよね。まあ、誰でもいいは誰でも良くないっていう状態になるんですけど、これをやってもいけるのは割と大手とかだとそれでいいんですよ。宣伝力があるから老若男女問わずみたいな形でも、まだ拡散力と宣伝力でどうにかなるんですけれども、個人事業の場合、そんなに全国からね、わーわー人が来てくれるような状態を作らなくてもいいわけじゃないですか。まあせいぜい、そうですね、月に回す人数、私で一番稼働させてた時で、まあ3人か4人が1クラスだったので、月に来る延べ人数が80とか100以下くらい回ればいいわけですよね。だからそのボリュームの集客ができていればいいわけですけれども、これ単発レッスンで50とか80とかの集客量を確保するのはかなり大変です。毎月集客すんごい頑張らないといけないから。それとやっぱ仕組み化して、まあ、コースレッスンっていうのを作っていかないといけないんですけれども、結局その何でもかんでもいっぱいやってる方っていうのは、その、まあ、コースというか単発レッスンが乱立してしまうので、そこの集客手間がコースを作ってやってる人の5倍とか10倍とか、場合によって20倍ぐらいになっちゃうんですよね。だから当然それだけ集客の時間を割くことができないので、まあ、結果集客ができない状態を作っていくっていうことになるので、効率よくこうピンポイントで、響く人に通用するような、習える喜びの内容を調査して想定して、その人たちを呼ぶように作り込んでいかないとまず難しいんですよね。で、その際にもう一つポイントで注意しなくてはいけないのが、自分の教室以外にその似たような教室はどれぐらい周りにあるのかっていう世界です。ここで勝負しようって決めたところに、勝負どころが例えばこの中で勝ち残るっていうと、やっぱ大変なんですよ、いっぱいのところで勝ち残っていくっていうのは。なので、どこの場所がいいのか、自分一人で際立つような位置を自分でどうやって作っていくのか、これがコンセプト設計に非常に関わってきてて、ここをおろそかにすると、なんとなくホームページも作れちゃったりとか、要は自分が作れなくても業者さんに頼めばホームページ作れてしまいますので、そのホームページを作ってもらったとしても全く人が来ないっていう教室は出来上がってしまいます。なぜならば、自分がどこの立ち位置で見せていくのが自分にとって一番優位なのかっていうのをご自身が知らない状態、いつでもどこでも何でもやりますよっていうのを見せる教室を作っちゃっているから。ということなんですよ。だからここはコンセプト設計は、私がお話を聞いてても一番時間かけるとこで、皆さんにはもう頭から湯気が出て、油汗が出るほど考えてもらって、考えてもらって、必要な人っていう誰なのかと自分の得意をくっつけるような、そこを作り込んでいくっていう作業をすごく時間かけてやります。だから当然そうやってすごく時間かけてやったものですから、まあ、リサーチがある程度できてるわけですよ。人が欲しがるっていうこと。で、その状態でポンとリリースをするから売れるんですよね。だから私が
まあ、よくクライアントさんに言ってるんですけど、私が売れると言ったものは売れるけど、売れないって言ったものは売れないっていう、それは私の方が経験値がたくさんあるからです。マーケティングの経験値ですね。だから勘である程度調べてもらうデータは見るんですけれども、その内容においてこれはいける、いけないっていうのが判断できる。それは一つその人がどこのカテゴリーで立っていくのかっていうことですね。だから、そのカテゴリーが入れ食いの、もういわゆるマーケティング用語でいうとレッドオーシャンと呼ばれる、そこの中で目立つためにはさらにそれ以上の工夫であったり、集客の手数を増やしたりとか、まあ、いわゆる血みどろな争いになっていくわけですよ。実際にはそんな血みどろにはねなるあれじゃないですけど、イメージとしてですね。だけどそれだったら悠々とこう広いね海原で泳いでいけるブルーオーシャンっていうんですけど、そちらの領域で勝負する方がそもそも労力が少なくて人が来るから楽なんですよ。だから私の基本の作り込みは、ご本人がもちろん何を実現したいかっていうことは、軸は一応伺います。だけれども、そのアイテムとツールにおいては一番最短最速で効果が出る得意領域と欲しがる人たちをマッチングする、すり合わせるその肝なところを一生懸命考えて作るっていう感じなので、場合によってはまあ割と教室の先生と対面して多いのが、できることを多すぎてそれを全部外向きに見せている人は、それを外向きに見せるのを相当絞ってもらうことが結構多かったりします。で、一度入った人にこういう教室ですよっていうことで、先生それもできるんですか、できるんですかっていうのを見せていくのは構わないんです。もうリピートしてる人だから、口に伝えただけで講座は成り立っていっちゃうので、そのやり方で全然いいんですけど、外向きの人に全部のメニュー見せてしまうと、何の教室なんだこれはみたいな、わからない、わからないイコール申し込まないなんですよ。検討の土俵に上がらないということですね。それでまず選ばれるか選ばれないかっていうのが決まっていくのと同時に、入れ食いのこういっぱいライバルがいるところだと価格競争が起こってしまうので、価格がどうしても下がってしまいます。だから自分がどこにいるのかっていうことを考えた時に、そもそも稼げない領域を自分で選んじゃってるのに稼ぎたいんですっていうと難しいということになるので、あなたがどこで勝負をしていくっていうふうに自分で決めた瞬間に、おおよそ稼げる金額は決まってしまうっていうことですね。で、まあ、この確率論でいう身近な例で言うと、やっぱり自分が子供がいた時に、教室が、子供連れのところが少なかったから、その教室、そんなお母さんたちを救ってあげたい、教室を作りたいですっていうことで、子供連れということでやられる方いらっしゃるんですけど、まあおそらくその方も忘れてしまっているんですけれども、その時のご自身の経済状況がどうだったのかっていう話です。おおよそ、まあ、稀な方もいらっしゃるんですけど、おおよそ聞いてるのは、子育て中はお金がすごく、そのいろんなものにかかっていくから、自分に使えるお金とかも少なくなるしっていう話をよく聞きます。っていうことは、そもそも払えるお金が少ない、お客様像のところに向かって自分の商品を作り込んでいこうとする。だから子ども向けの、事業が全てうまくいかないって言ってるわけじゃないです。子ども向け事業でもお母さんたちの学習欲とか熱とか、将来この子にはこういうふうになってほしいっていう親心とか、まあ、場合によっては孫ですね、祖母がお金を出してくれるような英会話とか、まあ分かりませんけど、なんかそう英才教育系だったらお金を払うということにおいての講座だったら値段は高くても多分いけます。だけど通常はお母さんがそれをお金を出すっていうことを考えると、そもそも出せないっていう環境が業界全体の、一つの常識というか、カテゴリーになってしまうので、そこで勝負したいって言った瞬間にもうある程度稼げる月収が決まってしまいます。勝負したいっていうのはその人たちのための教室を作ると決めた段階でです。だからそれをやってはいけないって言ってるんじゃないんです。
稼ぎたいっていう気持ちが優先なのか、そういったかわいそうだった昔の自分も救ってあげたいし、社会貢献みたいにお母さんたちに喜ばれる喜びの方が自分が勝るっていうのであれば、このバランスが崩れることを納得して最初から講座を組まないといけないんですよね。だから、自分がまず豊かになることが先だったら、ターゲットを変えて自分のスキルを、そのターゲットの人たちが必要なスキルとして外向きに見せて、まずは稼ぐ。で、稼いだ後余裕ができて、ボランティアでやってもいいよって言ったら、もう一個そういう講座を別立てで作るっていうことにして、お母さんたちに喜んでもらったらいいかなというふうに思うんですよね。だって私みたいなこんな考え方ばっかりしてるとですね、お子さんがいるお母さんが通える教室が一切なくなってしまうから、そこをすごくこうやりがいとしてやりたい人はぜひやっていただきたい。だから、授業としてっていうより趣味としてやりたい方で、笑顔が欲しいとかもらえることが自分の喜びであるっていう、普通の生活が脅かされない状況であるような方に関しては、その道もいいかなと思いますけど、例えばシングルマザーになっているとか、旦那さんの稼ぎが当てにできないような経済状況になるのがもう見えてるっていう方は、やはり自分が自立してしっかり稼ぐっていうことを考えた場合には、ターゲット自体を変えなくてはいけないケースとかもありますし、ターゲットを変えると当然提供する講座とかレッスンの内容が全て変わってきますので。ここをどれぐらいしっかり意識して考えて組み込むかっていう、これがね、結構肝になってくるケースがあります。だから、そもそも稼げないであろうという領域のターゲットベースに勝負するのを変えずに、これぐらいがやりたいんですっていうと、ここアンバランスになってるっていうことを気づかないといけないんですよね。それをせずに稼げない稼げないって言ってる方も、結構いらっしゃる 感じなので、ターゲットをご本人が定めた瞬間に、ある程度もう稼げる金額が決まっちゃってるし、ライバルが多いところ、比較されてしまうのが多いところで、勝負するって決めたら、当然価格競争が起こるのを知った上で参入するっていうことになりますので、それを分かってやってるのかっていう、ここですポイントは。で、さっき言ったあともう一点注意しなくちゃいけないのがブルーオーシャンの方なんですけど、いやー、ここの領域は人が全然いないから私一人勝ちだわみたいな、一人でも注目されちゃうとかって思うと勘違いの時があるんですよ。全く人がいない場合には、本当に人気がない講座だから人がいない場合もあるので、そもそもそれを望む人がいないというケースが出てきてしまうので、人は求めてる人はまあまあいるんだけど、他の人がまだその講座作ってないよね、この領域を目指すのが一番いいです。なんで、すごくコンセプト設計と自分の立ち位置を決めていく、どこのカテゴリーで勝負するのかって、この辺りは開業前なし、開業した後の教室のリニューアルも含めてなんですけど、相当シビアに考えないと、どの道うまくいかないっていうところなんで、お金に直結する関わる大事な重要な部分になりますので、ぜひその観点からですね、自分はどこで勝負するのかっていうのを今一度ご検討ご検証してみていただけたらというふうに思います。それでは。